すごい可愛い。え、ありがとうございます。美味しかった。チキン南蛮も私が大好きなタイプのやつで、かなりちゃんと酸味も効いてて、でもジューシーで、タルタルソースもいっぱいあったからもう最高だったな。バイバイ。かわいいね、しっぽが。サンキュー。おお。そろそろお腹も空いてきたので食べに行きたいと思います。いいかな、多いかな。我慢できず前髪てしまった。いつもの格好で出かけます。
あるんですけども、芸人さんに、申請しないですね。本気なんですか？本気なんですか？ファイザーがなかったんですよ。美味しかった。いやー満足。最高だ。絶妙な火加減とか塩加減はやっぱり現地じゃないと食べれないかなって思います。ベルナール・ルカピー、AC ブルゴーニュラピュタの呪文AC ブルゴーニュ、ルージシャトーラグランジュ。シャトーラグランジュ。はい。
美味しかった。やっぱり顔見知りになったお店に行くとなんかすごく安心しますね。もう何十回行ったかわからないあの辛味屋さんに行こうと思います。美味しかった。今回は懐かしのグルメ巡りって感じで、本当に思い入れのあるグルメだったりとか、私の大好きなグルメ巡りで最高でした。なんか宮崎に住んでる時は意外とコロナであんまり人と関わることがなかったんですけど、飲食店に行ってみて宮崎の方言を聞くと、わ懐かしいなって感じがして、今日はなんかすごくすごく幸せな日でした。
ございます。いただきありがとうございます。これからも更新していくので、よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。